薄墨観音本堂薄墨観音は岐阜県本須市にある臨済宗明神寺派の寺院。薄墨桜がある根尾谷、に、薄墨公園内にある。本尊は聖観世音菩薩。大正時代に折れた薄墨桜の枝を掘って、制作されている。また、観音像が収められている図紙は、東初大寺の古材を使用したものである。1913年。 薄墨桜が大雪のため、幹の一部に亀裂が発生し、樹勢が弱まり出す。さらに1920年の暴風雨により大枝が折れ、さらに深刻化する。1922年、高橋市道がこの地を訪れた際、薄墨桜の話を聞き、この霊木の枝を使用して観音像の混流を考える。1920年に折れた大木を使用して着手する。 1923年4月、観音像を収める図紙が完成する。図紙の材料は、東照大寺の古材である。この古材は、東照大寺の解体修理の際白あの被害を受けていた柱などであり、昆虫学者、縄安氏が研究用で所有していたものが提供されたという。1923年5月3日、落景法要、海岸供養が行われる。 薄墨公園内には、薄墨大師という、工房大師像を収めた御堂がある。こちらは1925年に建立したもので、工房大師像は、高野山宿坊である桜井県にあった像だという、ありがとうございます。